どうもどうもどうも。ー。こんなんです。ハラママです。ボリスです。セバです。というわけ本日で、も始まりましたね。はい。ハザード。よろしくお願いします。きびだんごに釣られて、いたら、どえれえやつらと戦うことになっちまったゴリラの話です。ゴリラじゃねえかわか。いそうだ。やばキきャびラのだん話。ごで、きびだんごで釣られるなんて、あかりわいに、そうに。もう。超絶ブラックかもしれない。はい。ってなわけで、続きからやっていきたいと思いまーす。イエサはい、2の1までクリアしてました。で、アイテムとか何もいじってなかったんで。はい、そうですね。いっぱい。宝石いっぱい。本当によし、たくさんあります。全部いっちゃうぞ。はーい。これどうやってやるんだ。R の方で全 LB 売却あるよ。全あ、売、ね。あ、本当だ。 RB RB。RB 全売却。あ、本当だ。8000円。はい。おお、18000円になったから、これはもうショットガンを強化するしかないですね。おもちゃんさ、あはい。れ、ショットガン、メインウェポンをそのショットガンとハンドガンって感じ？マシンガン使わない？マシンがそうですね。ですほから、ね。俺ライフルも手に入っちゃったからさ、ハンドガンとマシンガンどっちか、やかないとこの後のアイテムがきつくなんだよ。どっちか削った方がいいですか、私も。うん。いや、まあ、今後、多分、ショットガンにしても、ライフルにしても、ハンドガンにしても、新しいのは手に入ってくるのよ。なるほど。じゃあ、そんなに、まあ、これそんなに強くしなくていい感じですか？ある程度はしといた方がいいと思うけど、強いのも手に入るよ、ところは一応。このままでいいか。はい。このままでいきます。どうかな、俺。もう改造し終わってんの？とりあえず今回はこのままいこうかなと思います。あ、行く感じで。はい、貯めていきます。スクあ、ロンまあ。パさん4つも10ありますね。そうなのよ。なんかちょっと迷っててさ。なんならハンドガンの方がたまっ。じゃあハンドガンの弾私にもらって、スグルンパさんはマシンガンにしますか？あ、じゃあ、弾渡しちゃうじゃん。あ、ありがとうございます。マシンガンもはい。30発しかねえんだけどさ。じゃあこれでいけます よか？し、これでいってみよはい。はい。う。ダンスちょっと上げとく。そうか、ソーダアースをあげればいいの。ボタン数マックスじゃない、要は使い、リロードしてない状態の時に、相談数の改造すると、その使ってた分の弾も補充されんのよ。じゃあ今3発増える。あ、増えた。多分は、マシンガン、今持ってるマシンガンも、35発フルじゃないから、相談数改造したら、まあ、増えるよっていう。使わないん強だっかたったら、ら増え外しても大丈夫よ。外す。あの装備のところで、あ、なるほど。あ、もうち使ょっと、い切ってから外しますかね。いらないですか、35発。ない。でか、じゃあ外していこう。この2丁でいきます。新しいアイテムが、はい。了解です。1個返して。はい、渡す。Thank you。これでいきましょう。はい。何をするんでしたっけ、これ。セッティング終了。あ、これだ。はい。行 きましょう。行きましょう。弾がなくなってもナイフがあるさ。そりゃそう強だ。い。なんだったらね、ゴリラですから、腕力もうでね、素手で。物言わしゃいいんすよ。素手でいけますね。これ、緑と緑は、反応があるよ。重なった。反応ガン使って、くださいよ。
ハンドガン持ってないんだ。ありがとうございます。あ、なんか、なんか、あ、どうした、どうした、どうした、シェバ、真下を見つめて。こうか、こうだな。タイプ2プラガについて、ヨーロッパの寒村で発見されたプラーガには、寄生により宿主をコントロールするという特徴がある、うんうん、この特徴を用いることにより命令に忠実な英子を作り出すというのがこのプラーガ商品化の狙いである。しかし商品化には一つの問題があった。プラーガは宿主の体内に投与してから精神を支配するまでの間に絶対的なタイムラグが存在するのだ。これはプラーガが卵の状態で投与されるため、孵化して成長し中枢神経に取り付くまでにどうしても時間が必要なためである。プラーガの成長は決して遅くはないが、我々の顧客にはせっかちな人間が多い。そういうような時にすぐに効果がないと商品としての成功は望めないだろう。そこで改良型のプラーガが開発された。我々はこの改良型をプラーガタイプ2と呼んでいる。タイプ2ではすでに成長したプラーガを直接投与するため精神の支配が即時に行われるという特徴がある。投与の方法は結構長い。つまり口から無理やり押し込むの、なんかいろいろして精神の支配を始めちゃう。で、そうすると平均10秒以下で、うん、じゃあ行こう。行きます。はい、はい、はい、以下省略。押し間違えました。まあいいや、カモーンって言われたから。カモーン、どっちでしょう。こっちですね。あ、マップ出せ、出しとく。出しました。お？おー、電車。よし、じゃ乗ってこ。電車の旅ですか、今日は。のようです。駅弁買っていいですか。いいですよ。やった、なんかあの、なんだったっけ、なんちゃら県のなんちゃらが食べてた。 ありますね、こんな音が。はい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 、あれ、どこだ、見失った。いた、さあワンコたちの歓迎を、見送りの歓迎を受けて、あいた、どっから、どっから、あなたの痛みどっから。あれ、どこだ、線路の下だ。いた、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 やんちゃっ子がいるな。いや、あの下にいる、右側。しゃがめないんですか。よいしょ。うわ、あ、なんだ。なんかに引火したな。これあげる。あ、ありがとうございます。マシンガンクリー、これか、これを渡す。はい、 Thank you。 誰割っちゃうよ。ほい、よなんつか、切っちゃったんだ。ショットガン17発ありますよ、私。あ、来た、次の、オン。いるまね、あ、いた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 、バカ野郎、いるま。あとでじゃあ、はい、なんかもう倒し終わった後アイテム拾うボタンを連打する癖がついていて、うん、勝手に拾っちゃいますね。いいことよ。どこどこどこ、痛い、なんかデロい、あいだ、こいつ台の上ならと思ったら来やがった。なんだなんだ、気持ち悪い。大丈夫？ありがとうございます。あ、気持ち悪い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 。大変だ、まだ不穏な音するね。これ二度のって何ボタンだろう。構えて、A ボタン、 A ボタン、あ、違った、これ違う。あれ違うな、構えて、あ、違う、撃っちゃってんの。撃っちゃってるよ。そうだ、こっち何もない、ね、なんかまだ不穏な音してますよね。あ、わかったわかった、こっちだ。はい、動いた。こっちか、上にいますね。はい、わーせ、わー、もう構えてる。あっちいる、あ、痛い、
はい。うわぁ踏み出してきた。はい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 、あれ楽しい。なんかあれですね、ほんとゲームセンターの射撃みたいな感じですね、うん、あるね。楽しいスカラベがあったような、あったような、取ってないってこと。どこだ、どこにあるんでしょう。あー、コメントでか。そうなんだよね、うん、この辺どっかにあったよね。これ下降りられるんですかね。ここはできない。あ、ちょっと待って、あった、なんか妖怪の影があった。妖怪、あ、宝石カミキリを発見しました。取っときます。はい、換金アイテムです。おスカラベ、これのことかな。なるほど、多分。スラーバさんどこにいるんですか。あのね、さっきおちゃんがあのリロードあれってやってたあたり。わかりやすいです。ビレッジみたいにね、アイテムなんかしらみたいな。あー、ね、そうなんですよね。あれ、次はあれ、あ、いた。こっちこっちこっち。飛べない？飛んで移動できない？ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと待つ。こうか。こうだ。行け。飛んで、こうだ。足元にハンドガンの弾が。ないです。ん？あれ？あれ？ないですよ。あれ、さっき俺反応してたのに。自分の爆弾、爆風で吹っ飛んだとかないですか。あ、でも気のせいかな。よいしょ。あ、やばい。よいしょ。あれ降りてなかった。俺だけ。あ、いた、やばい。もう一個あった。もう一個あった。なんかよくわかんないけど、ちょっとおいで。拾ってきましたよ。ちょっといいですか。はいはい。やっちまった。一個爆破させて後ろ見てたらもう一個あった。ダサい。オッケーです。あ、見よう。こうか。あ、同じこと。はいはい。えい。なんだこれは。もう一個あった。どこに、え、何の話だ。あ、多分あれですよ。爆弾の話ですよ。あ、ね。行く。何ですか、なんか拾っちゃいました。私その明かりを拾ってくれてんの今。なるほど、だから攻撃できないのよ。じゃあ、もうじゃあスグルパさんにお任せしよう。ただ俺あんまりないのよ。あ、どうしますか。じゃあ私が撃ちますか。これ援護するから。どうやってこれ渡すんですか。じゃないそれ。あ、下ろせました。あ、はい、わかりました。あそこに赤い、赤いハーブが、赤いハーブがあるよ。やっと暗い、暗いな。こちだよ。はい、暗いな、暗いな、怖いな、怖いな。ね、ちょっと風呂入ります。うえ、いやだ、なんか感染しそう。あ、はい、来ました。見えない。アクション攻撃もできないね。下に倒れてる。あれ、もう死んだのかな。あ、いますね、いますね。元気もない。アクション、アクション、アクション。あ、やばい、気持ち悪いの。気をつけて、それ。してる。どうやって下ろすんだっけ。あ、できた。はい、あったらこれでいいの。はい、よし。なんかまだみちみちしてる。こいつなんか、はい、アングレネードであった。あー、なるほど。あ、いた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 。えっ、とはやっ、敵、はい、よっしゃー。こっちいた。あ、ばばばばい。あ、待って。あ、
打ち取った？まだあるね。はい、よいしょ、オッケーです。やってました。手榴弾手一杯です。あ、じゃあもらいます。はい、でこっち樽あるね。樽積極的にちょっとあの手榴弾を使っていこうかな。え、どこですか？後ろ後ろ、ちょっと樽とか今あざらしてもらいます。はい、先行これ、あ、もう持ってんのか。先行手榴弾だと、あのうねうねしたやつ一発のある。はい、そうなんですか。先行手榴弾ってこっちかな、青いやつ。小い、あ、ないかった。小い手榴弾と普通の手榴弾です。ね、ももちゃん、赤と緑のやつ補正して、うん、一個に。わあ、え、ちゃ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 、ハーブハーブ。あ、ハーブか。そしたら、赤と緑の、そしたらこれ渡せるでしょ。ありがとうございます。赤と緑の手榴弾合成したら、ショットガン開けてもらえたら嬉しいな。あ、了解です。これを渡す。はい、助かった。まあ、一個も、そしたら、わかります。これを、あ、違った。これをこうしてね、これを装備です。うん、触手が出たら一撃。なるほど、触手が出たら、うん、この先行手榴弾をバーンとすればいいね。なんかこっちに、あ、あれ撃てます？滝の上、滝の上、上上上、あ、はい、はい、あ、来たよ。まだうにょうにょしてねえ。今これになってから。あー、待って待って、はい、いでえ、はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、ナイス。こいつもなんだけどね。もうダメだ、もうダメだ。はい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 、あ、いいよ。あ、いい。おお、強い。どうもすみませんです。私は何を掘り投げたんでしょうか。いきなりまぶしくさせられた。いきなりまぶしい思いをしました。それは先行手榴弾なくなってしまった。あ、いい。こっちだ。あ、左いますよ。はい、向こう側になんかあんだよね。ありの向こう。引退していくんだけど。おーい。こっちも樽があるんだ。楽しいな。これ壊せる？はい。違う。はい。こうだ。ハンドガン、ハンドガン。右も一個。違う。こうだ。よいしょ。え、びっくりした！ヘビ、ヘビ。ヘビ倒すと卵出るよ。食えます。てか回復しよう。食べていいんですか？これ一緒に食べれます？一緒には食えない。卵さすがに。半分こ、優しい世界。で、卵食ったらちょうどいいんじゃない？あんまあんま。食べる。うわー、飲んだ。食べるっていうか飲んだ。パンパン。パキョ。あ、いるやぞ。なんかもうアップし始めてますよ、これ。やる気満々ですよ。アップし始めましたって。ひるんだとこを。おー、ナイスです。あと、手がいい。あ、いや、違う、右。やっと。ごめん。え、いつの間に？ごめんなさい。あ、こいつが死んでなかったのか。あー、なるほど。ごめん。いいでした。
やる気満々なだけあって。あ、間違えた。あ、どうしたどうした。あ、呼びました。こっち多分さっきこれが腹があるはず。ほう、うず、ほい、んーと、よいしょ。あー、待って、エビ、エビどこだ。はい、あ、えい、おー、か、今度茶色の卵ですよ。茶色の方がね、回復量がいい。っちゃっていいよ、今、減ってる島だ。先にこっち開けていいですか。あ、なんかもらいましたよ、ダイヤ。ウェーイ、拾っちゃったよ。ウェーイ、じゃあちょっと卵をいただきます。いい、ちなみに投げつけて目つぶしにすること。なんてこと。プランした卵もあんのよ。それはじゃあ目つぶしに使いましょう。それ当てるとね、ダメージになる。あ、なんか明るいところに出た。力仕事は私がやりましょう。お、お願いします。痛そうな、なんか柵だな。頑張れ。これ取ってもらう感じかな。あ、やばい、分断されました。Thank you。 あ、そっち来てないの大丈夫。あ、やべ、なんで俺来ないです、こっちは。あ、助かる。ふぅ、あ、間違えた。え、なんでびっくりした。間違えた。なぜ撃たれた。撃たれたんだろう。リードしたくて。あー、なんかあれか。これどうやって。多分そっちにもね、開けるやつない。今度俺が多分援護しなきゃいけなくなる。宝箱があった。宝箱じゃなくて開けてほしいんだな。いいんですよ。ないんですね。びっくりした。ガシャガシャガシャ。よいしょ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 。はい、取れた。もう話して大丈夫。チェックポイント。いっぱい出てくるね。あ、いっぱい出てくるよ。はい、見つけて。はい、ここ結構安全よ、こん中。ほら。勇ましい声が聞こえる。いて。ほら、弾があんまねえから節約するぜ。めっちゃいるじゃん。あ、今手榴弾投げた。あ、投げてないですよ。あ、じゃあ敵の方だ。おお、えい、えい、落ちる、落ちるよ、撃つ。気をつけて、爆弾投げてきてるから。よし、じゃあオラオラしに行くぞー。痛い。
ったからな。怒ったからな。あ、ごめん、落としちゃった。叩き落としてしまいました。あ、まあまあ、そう。一応あれです、声とかおかしかったら言ってくださいね。あ、お願いします。前回ね、あのライブ配信の時は大丈夫だったみたいなんですけど、アーカイブ見たらなんか僕の声が全然なんか聞こえてなくて、聞こえてないっていうか、なんか途切れ途切れになっちゃってたんで、もし変だなと思ったら言ってください。お願いします。どうした？大丈夫？待って待って、待つ待つ、はい、待ちまーす。はい、 OK です。忠実なしもべな。なんかまだあれですね、全然、うん、なんか音楽が鳴りやまない。待って、だから、ああ、あ、爆弾、爆弾です。あ、来てる。こっちも投げてもいいよ。はい、じゃあ、あ、間違えた、もったいね。おらー、ナイス、うぃー、吹っ飛んだ。実績の録音解除、ミートシャワー、ミートシャワーミートシャワー、肉のシャワー。あれ、まだいるね。いけないのかな。あ、いける、いっちゃう。はい、弾、弾渡す。ありがとうございます。待てができるゴリラ。なんつって賢い、うん、よいしょ。非常に出ましたね。出ましたね。シャバの空気はうめえぜ、うめえぜ。あ、ちょっと、あ、フルでした。満タンじゃねえから、あ、あ、ごめんなさい。大丈夫。アービングね。せやってんな、誰だったっけな。冗談のつもり、卑怯なテロリストらしいわね。あんなのと一緒にすんな。俺はな、ビジネスマンなんだよ。なめんじゃねえ、お前らこそ捨てろ。やばい、期待してしまう、クリスが喋ると。かっけえ、めっちゃ目赤く光ってんな。あ、急げって言ったの誰だ。わかんねえ。絶対ゴリスじゃなかったわ。あの人もゴリラになっちゃった。ゴリラ仲間さん、ゴリラ認定ですね、もう。あいつも。おらへんようになったん。仲間がいたなんて。どうしたの？湿地帯にある油田よ。まさかここがあいつらのアジト。え、あれ、なんか不穏な音からスタートしてません？あ、新しいライフルあるよ、ここに。おわ、持てないです。いらんの？持てないです。ライフルでも使えないんですよね、私。よいしょ。多分登ってくるから気をつけてね。あ、じゃあ私下から下の方処理しておきます。あ、すげえ外すじゃん。すごい距離で。数を減らしておいてあげたいけど。すごい、めっちゃ怖かった。
大丈夫？大丈夫です。なるべくここで処理しとかなきゃ。これ待つ。これ待つ。よいしょ。あー、へっしょに行かない。はい。よいしょ。はい。おらおらおらあらは多分見てるやつだ、はい。はい。あ、まだいるわ。よいしょ。うん、下は綺麗なもんですよ。あれ外すね。よいしょ。あんまない。下はもう綺麗ですね。はい。わ、これ欲しいな。あ、こっちで撃てばよかった。新しいのが強いから、ありがとうございます。よし、だいたい外のやつ片付けといたから。お、狙撃して風あざます。おらおら、拾いね。あら、あと弾7発使ったら、拾えるようになって。あ、ちょっと待って、弾出しちゃう。おい、ありがとうございます。よいしょ。なんかもうそれぐらい、それぐらいポケット突っ込んなきゃと思います。確かに確かにな。おお、こんな楽しいものがあるのよ。こっち側にも扱えないのか。こっちはここまでか。なるほど、使えないのな。よいしょ、わせわせ。これ、これは上か。あ、小屋の中に、あ、やべえ、爆弾いって、上から爆弾落ちてくる。その小屋の中に反応があるよ。あ、こっち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 。たまたまこっち。拾った？あ、拾ってないです。ありがとうございます。ちなみにここ、ここ、ここ、あ、こんな感じになります。おらー！いやー、ひで。ひどかったな、今。手洗いに入ってた方がね。あ、やばい、うちの桃さんに何？ここじゃん。なんか降ってきた。今日はところにより爆弾が降ってくるでしょ。ぶっ殺すぞ。カモ。お怒りですよ。無邪気とやられました。あ、チェックポイント。チェックポイント。じゃあ。右側にハンドガン溜まったよ。あ、ありがとうございます。親方、空から爆弾が。なーに、な日もあるよね。じゃあ、狙撃しちゃいましょう。あ、べ、近くにも、うわー、やばい、死ぬ。助けてやばいやばい、助けて、やばいやばい、死んじゃう、やばいやばい、死んじゃう。あー、気持ちいい。なにこれ、どっから落ちているの？弾いろんとか触れんの？あ、お前な、何持っとるんだ。すっごい、すごい、フラフラしないで、フラフラしないで。はい、はい。え、あい、あい、おめえか。よし、コパミジン、ホッチショット。うわ、揺れんな、これ。
おらー、よし。うわゆ、あ、自滅したあいつら。おオッケー、やばい、ちょっと待って。そんな爆弾はやめなさい、下に置きなさい。先生怒るよ、今まで守ってたら先生怒るよ。すげー落ちてくんじゃんこいつら。はい、よいしょ。え、すっごいいる、すっごいいる。よいしょ。オッケー。あー、いっぱいある。やだ。近い。お助け行きます。やめる。あ、なんか後ろから音が聞こえる。後ろからの音が聞こえる。近い。おらー。お客さんが、あれ、どうした？今のやってくれた？Thank you。 はい、じゃあ、あとは狙撃。よいしょ。おお、すごい。ショットガンの弾ございやす、ここに。あ、ありがとうございます。遠いんだけど、これももう拾えなくて。拾います。はしごの横光ってた。柱の横？あれ、ああ、宝石がね。ああ、これ上行く？行けるんですか？はい、これでどうぞ。いてぇ、まだ！なに？なに？どうなったんだ？爆弾食らった。どっから、どっからだ？はい、あ、ちょっと待って、はい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 。じゃあ上の爆弾野郎を処理していただいて、はい、で、宝石落ちてる、左に。マシンガンの弾拾ってきますね。すげえ。あ、近い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 。おめえだな。はい。よし。違う違う違う、こっち行って。バカ。お前か、爆弾。どん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 してる爆弾。タップだな。やめろやめろ。お金あろう。はい。よし。あ、やめてやめて、危ない。下がって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 。こっちこっちこっち。ああ。コントローラーの接続が切れてましたね、私。なるほど。びっくりした。いやー。ミートシャワーミートシャワー。マシンガンの弾いっぱいあります。渡しますね。渡す。はい、渡します。オッケーです。あの爆弾いります？ね、俺も2つ持ってるよ。了解です。それか手榴弾だけ俺もらっちゃおうか。ちょっとね、なんか焼夷手榴弾を使ってもろうて。うんうん、手榴弾を俺。了解です。じゃあこれはこっちで。あ、ごめん。よし、すいません、ちょっと僕の力だけではありません。ん、どうなんだ、まあ、あ、ありがとうございます。お、緑と緑って組み合わせても全回復にはなんないんですか？全回復には3分の2かな。うーん、まあどうしてももう空きがねえよってなったら使っちゃっても。はい、緑緑があります。よいしょ。 あ、伸び始まった。わあ、いっぱいいっぱいピチコラ言ってる。吸血鬼、吸血鬼。あ、もうやべ、またまたトラックだ。おっと、これまた避けないといけないですか？病院でいいですか？わかんらん。私違うと思う、確か。え、なんか、え、なんか、え、とんでもねえのが見えた気がしました。とんでもねえの見えたね。気のせいか。ワクワクすっぞ。おら、ワクワクすっぞ。あ、死んでる。あ、なぜ開くんだ。
相手はダメなところが開きますね、これね。開いちゃったね。あ、すごい、すごい、なんかねっとりしてる。今日はいつもより白多めですね。キャーあー、元気ね、元気。うっほっほー。ゴリラもいつもお腹まさい。ゴリラもびっくり。すごいね。ミットあるだ。はい。はい。降り立ちました。先行手榴弾みたい。大丈夫かい？とりあえずアイテム漁るか。で、ここにあの地雷設置したんで。地雷？はい。どこですか？ここよ。こっちか。行きます。これで多分なんかなっから、あいつ。なるほど。なんか鳴ってもらおう。なんか鳴った時に多分ボコボコする感じ。おら、全然来てくんねえんだけど。あ、来た来た。あれ、ちょっとあと一歩なんだけど。あ、行った行った行った。ナイスです。あれ、今です。これで、こ、違う、こいつのお腹、お腹、柔らかいお腹を。柔らかいお腹を。柔らかいお腹、いただく。デザートにしたる。なんか足みたい。で、もう一回、もう一回これな感じで倒していく。あ、痛い。これ、あの、シュルラン、ダメなんですか。あ、痛い、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。違う違う、あの、装備したいだけ。やばい。もう一回ここに。あぶない危ない。ついてきたら勝手にまたぶっ倒れてくれるから。はい。ふいゆ。あ、お腹。あれ、あ、ちょっと白が出た。こっちに全然来てくんない。おい、こっち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 。 あ、いいよ。あ、ナイスー。今です。投げちゃった投げちゃった投げたよ。あー、オッケーです。じゃあ私も投げる。あ、もう、もうやばい。あ、そっち。なんか、なんか扉吹っ、あ、追われてる追われてる。あ、俺が追われてる。待て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 。で、設置する。いや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 。あー、ちょっとアイテムを補充しよう。あいつ死ぬ前に。か、大丈夫です。ここに設置しとくから。逃げろ。じゃ設置済みの方に行きます。あれ、こいつ無視してきやがった。どこだ。危ない、うん、よいしょ。こちら変化も、あ、ちょっとあの、そんな、こっち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 よ。ピオいらっしゃ。あ、いいよ。あ、来た。ナイス。よいしょ。手前に落ちちゃってんだ俺。こっちか。はいはいはい。あ、近い近い。危ない。おぶねえ。あ、そうか、フレンドリーファイヤーじゃないからかな。え、手榴弾平気なの。危ない。今度はあっちですね。あっちの中。もう一個ある、もう一個あるから、もう一個あるから、ここに置いといく。了解です。よいしょ。あと一歩。あれ。ちょ、待て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 。痛い。痛い。死んじゃう、死んじゃう、こっち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 、もう一個ここにある、もう一個ここにあるから。こっちいる、こっちいる。あ、死んだ。オッケー、オッケー、よし、オッケーです。ちょっと待って。それで、お腹を狙って、えい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 。あ、死んだ、よかった。やった、危ない。やった。あ、シゲダはフレンドリーありらしいです。あ、じゃあ、さっき海に当たんなかった。ギリギリセーフだったんですね、じゃあ。あ、なかなか、なかなか強かったですね。危ない危ない。殴り殺されるところでした。
あらららららららあららら、あ、さよなら。ああ。え、でも普通に飛べるのに、あの子弱ってたからじゃない。なるほど。でも結構弾なくなりましたね。そうだね。あ、遅いよ君たち。クリス、シェバー、こっちだ。遅いで、あんたって。いやー、よかった、倒せて。よかった。でも俺体力ねえから次で死んじゃうかもな。あ、回復できないじゃん。緑でちょっと回復させて、ちょっとだけでも。いや、なんかね、多分次トラックで戦うことになると思うんだよね。トラック、それが回復とかできたのかな。あ、ライフルの弾渡していいですか。ください。はい、あげる。ハンドガンの弾めっちゃ溜まってきたね。溜まってきました。ハンドガンめっちゃ使ってきます。緑組み合わせます。そしたらこれを渡せばいいんだ。これを、ちょっとこれを、はい、んで、ありがとう。回復アイテム、改造でも強いのもらえるんだった。いやでもな、改造するか、ちょっとは。そう、あ、まあある程度はしてった方がいいと思うよ。じゃあちょっと威力を上げて、ね、相談数も上げて、相談数はちょっと上げていこうか。トレジャーを、うん、あ、そうだそうだ。あ、結構した、結構いった、結構な、結構売れたぞ。全売却、うる、やったー。おわー、お種持ちー、グニムジー、お種持ちー、お種お種持ちー、お種お種持ちー、嬉しいな。ソーダースめっちゃあげとこう。クリティカルを上げるといいって前に教えてもらったような気がする、うん、そう、一発で死んでくれる可能性が危ない。あ、めっちゃ使っちゃった。お種、お種めちゃくちゃ使ってしまう。お種はね、使うためじゃあ使うしかない。よし、はい、OK です。じゃあこれ、はい、わしもこれで。俺始まった瞬間に回復しないとマジいいから。次のステージは難易度一番高いのだとランクエスト取るのがクソ難しいステージ。え、そんなに難しいステージなんですか。次なんかトラックから撃つはずなのに。おお、なるほど、射的ですね、射的。そうですね。こちら本部、どうした。アービンの湿地帯の油田へ向かった可能性が高いわ。デルタチームと合流して油田へ向かいます。了解。キャッハーキャッハー来た。ねえ、期末キャッハー来た。あ、回復してるわ。あ、これ私だけど。重心の温度が上がりすぎるとしばらく撃てなくなるぞ、気をつけろ。捕まる。振り落とされんなよ。もういい。あ、右から来てる。あ、私残ってるんだ。はい、重心側の方が。あれ、そっち。熱っ。誰だ、火炎瓶投げてんの。お前か、火炎瓶投げてんのは。はい、揺れるの、捕まえる。危ねえ。もうボタンとこのもうパッドがもう一致じゃんから。左来てる。はい、多分反対に右からも来るんでしょうね。ちょっと私は右を、あ、なんか
かキャスターが要塞に来ておりますね。ここからは熱っ、まあ、右また来てる。熱っ、この野郎。わーに投げてきてんだ。捕まる捕まる捕まる、危ない危ない。右右、死んじゃう、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、あらららら、もうトン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 するしかないかも。はい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 、危ない、もう死んじゃう、やべやべやべ、来てる来てる、左やばいやばい、左めっちゃいる、あ、潰れてった。オーバーヒートね、するとね、しばらく打てなくなるから、打たなくなるだけですか、死にはしないですか。死にはしない。だから、オーバーヒートしないように適度に、おしっぱにしない方がいいです。うんうんうん。なるほど、了解です。ちょっと回復してくれてる。助かる。こっからか。この真ん中の円の赤いところがね、上まで行ったらオーバーヒートします。そうです。楽しいな。よし。やったー。あー、なるほどね。オーバーヒートで赤くなった時に、デンジャーと勘違いしたってこと。なるほど。あ、私ですね。うんうん、右ー。右いって。やられてる、めちゃくちゃ。あ、もうちょっとガタガタするから。帰れ、ほら地に帰れ、地に帰れ、地に帰れ、土に帰らせてやろう、天には帰らせねえ、地に帰れ。私打ててるのかな、これ打てるよ、知らんけど、出たい、かっこいいっすね、かっこいい、そしたらよく銃に向かって突っ込んでくるの。捕まれー！やばい！いや！あ、ないな。よかったよかったよかった。おー、ブレイ！あ、ちょっとドジっ子がいた。ケポちゃん。さよなら。ねえ、やっぱ、うちのゴリラはソンジャスコランゴリラと違いますから、飛べるんすよ。やるゴリラですね、うん、飛べないゴリラはただのゴリラだ。前回それ言ってたね、確か。やばい、味方がめちゃくちゃやられてる。するはずのデルタチームがやられちょると。今のドジっ子私ですわ、すごく痛かったですわ。気をつけろよ。でもよかった、水に溺れなくて。うっそ、やばい、いやー、 あ、 え、 あ、でかー、巨人、でかい、進撃のじゃん、車一発探されてる。
あ、バレた。あら、誰が運転してくれるの？あ、運転しない、ここでやっつける感じか。なるほど。だろう。どっちが本当のゴリラか教えてやるよ。あ、やんちゃ。やばい、バカバカバカ。やらせねえよ。捕まえる。頑張った。そう、みちみちしたの、みちみちしたの基本。あ、でっかいみちみち出てきた。でっかいみちみち。おらら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 。ら。よし。みちみち出せ。みちみちを出せ。おらららら。いやこれちょっとちょっと危ない。危ないな。あぶね。顎が緩いのよこの。多分流動食しか食えない子なの。あ、みちみちいっぱい出てきた。ボーナスタイムだ。あ、あぶね。怖え。ナイス。あ、先行手段だね。確かに行き換えんのかな。あれかアイテム弾が出せんのか。なるほど。そうだね。やばいもん持ってきた。やばいもん持ってきた。よしゃる、いいセーフ。みちみちしゃがむ。あぶねー。縦はダメ。縦はダメ。縦は避けれないでしょ。ダメ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 。逆に言うと全部縦に攻撃すりゃいいんだけど。確かに。よし、やった。また出んじゃない？みちみち本体が。行くぞ。これだ。おらら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 ら。行け。あ、行った。ウェイ。あ、あ、うう。危ない。酔っ払いがごとく。危ない。マシンガン使えなくなっちゃった。だね。これマモ。大丈夫。マシンガンがなくたって僕らはやっていけるよ。頑張りましょう、ゴリス。ウフあなたは？やるべきこと？撤退するのなら一緒にでしょ。理由って？まさかあの画像の？でも見間違いじゃん。ウファ。ウファ。
待ちなさいよ、一人で行く気？いで？ウフフウフウフ私だって行くわ。私にも理由があるねん。ウフフウフウフウフ仲間が殺されたんやで、こんなところで帰れへんわ。ウフフウフフ相棒でしょ、進むも戻るも一緒よ。さあ行きましょう。シェバ関西弁いいね。いいじゃん、全部関西弁で行こうよ。あんた行ったね。あ、 S 取れた。 S 取れた、ウェイ。初めての S や、やったー。よしよしよし、マジにがビューアーズで閲覧できるんだった。よし、やったー。これで2、これでチャプター2はクリアしたのかな、うん、ですね。いけんじゃない、もうちょこっとぐらい。オッケーです、いけそうですね。ね、いや、これじゃ何も、それじゃ今回は何もないですね。ないね。購入、あ、新しいハンドガン出てる。新しいハンドガンが売られてて、ガンもライフルも新しいの。スタンロットね。これか。4000円。そうですね、スタンロット。140ダメージ。140ダメージ。でももうこっち230。どうしよう、でも今のやつの方がもう改造して強くなっちゃってるの。15と売っちゃえば、あの、ある程度はお金にはなる。あー、なるほど。じゃあこのハンドガンを売って、うん、新しいのにするのもあり。売りました。うん、で新しいハンドガンをこっち4000円の方かな。アーマーってなんだ。アーマーはね、あの、防御力が上がる。ハンドガンの強い方買って、で、あれ変えてない、変える、あれ合ってる、私2個も買っちゃった、もしかして、あ、2個も買っちゃった、あ、2個も買った、すげえ声。2個買っちゃったの。2個買っちゃいました。もらえたらもらうとこなんだけど、もらえないからね。売却だ。400円以下で10分の1にしかならない。新品なのにね。勝つよね。ハンドガンの弾とか多すぎて邪魔だったらちょっと撃っちゃっても、まあ、あ、なるほど、いいよ、いいんじゃない。グランナ、え、でも 2円にしかならない。うん、1発2円にしかならない。まあね、多少の、多少の血には、ね、あとアイテム欄いっぱいになっちゃうじゃん。いいです、もうハンドガン撃ちまくりますもん。敵、はい、オッケーです。よし、いきます。あー悲しい、4000円なくなった。まあ、湖で水面でも見つめながら気持ち落ち着けよう。そうします、話してよ、前の相棒のこと。うふふうふうふ、ウェスカー、ウフフ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 、え、ウェスカー、え、スターズの隊長だったの、ウェスカーさん。
そうだよ。ああ、そうか、それは1とかやってないと全然わかんないだろうからね。ウェスカー、あれ何でやって知ってんのそれは。アルイ2かアルイ3か。ああ、アルイ3かな。まあ、RE2 と RE3 はもうほぼ繋がってるからね。なんか線路の中に電車の上で戦ったの覚えてます。最後すごいなんかでかい化け物になってウェスカーさんが。あれ？なんだっけ？それこれ？線路の上？なんだろう。違いました。あ、これですかね。なんかね、ところどころ覚えてるんですけど、ここどこの何の作品か全然覚えてないんですよ。ウェスカー強い。人間やめちゃったから。ゴリスも人間やめてるけど。すごい戦闘シーンだ。あーやばい。強っ。摩擦熱。強っ。背中摩擦熱すごそう。うっほー。うっほほー。あー。もうやめてください。もうやめてください。もうおめえが山のボスでいいから。あー、ジルー。あー、うほー。あ、電車の中で戦うのあるいつ。もう、うほ、うほ、うほ、うふふ、うほうほうほう。大切な人やったいね。うふふ。うふ。うふふ。子供の頃、両親が製薬会社の事故で死んでん。うふ。そう。でも、後から。事故は生物兵器の実験を隠すためやったって知った。やつらはこのアフリカを実験場にしてたんやで。なんやて。両親を死に追いやった生物兵器、私は絶対に許しまへんで。うふうふふ。そう、仲間がいれば心強いわ。あんただってそうやない、クリス。うふふふ。死んだ仲間の分もやったるわ。うふ。もうわざわざ飛ぶ、飛べるゴリラ。次の相手は大失言。いやいやいや。あ、これ死にかけ。あー、ほんまにすっきりや。オッケー。あ、なんか死んでる。いっぱいお宝あるよね。猛獣の石板。じゃあ。壊せた。敵。無残な死体だ。PDA に未送信の送信がある。定時報告しました。読む？救援要請があったため出動したが、通信から現地到着前にデータチームはすでに全滅したと判断する。だが通信機から発信されるビーコンの一部が移動していたため、目標を変更しビーコンを追跡、生存者の可能性あり。残念ながらビーコンの発信は途切れてしまったが、この先から発信されていたのは間違いない。扉が閉ざされているためこのままでは侵入できないが、方法はあると思われる。引き続き捜索を続行する。以上。はい。まあ、ここから先進むために何かしらしなきゃいかんということでござんな。上から行けそうですよ。なんかコンビネーションジャンプとかできんのかな。地図を見とくれ。あ、なんかありますよ、ここ。あれ、あら、虫じゃん。宝石じゃない。取れない。あ、取れました。ナイス。普通に取れましたね。なんか光ってますね。地図を見ておくれ、地図を。うんうんうん。よいしょ。ビーコンどこに行くんだっけ。ターボ、あれあれ、ごめんな
あれが最終目的地だっけ？いろいろ、ま、巡って回ってきゃいいんだっけ？足場あったけ。あ、できた。これね、これ突っ込むとダメージ食らうから安全運転でいきますよ。か、この辺だ。行けまーす。はーい。よ。やだな、なんか寝そうだな。絶対的出ますよね。ちょっと。あ。お。出てきた。見つけて、どこに。あらー。強そう。めっちゃ武装してんじゃん。足がガラ空きなんじゃ。はい。あー、ちやおちゃん、ポポ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 。やらせみよう。なんかこっち右側行きます私は。おしゃれな手袋かぶちゃって、吹き飛べー、うん、吹き飛べー、いっぱい出てくるんだ。ちょっと待って、盛りだくさん。盛り盛り盛りだくさん。今行きますよ。吹き飛べーい。吹き飛べーい。すごい。あーぶ。これはゴリス。ゴリス強い。ファンタンだ。よいしょ。なんかあそこで、すごいなんかと。かわいそうな子がいる。かわいそうな見えるあれ。あー、かわいそうに仲間入りできなくてかわいそうに。今楽にしてあげるからね。コンピューターのなんか処理が合わずにあそこでずっと。そしてあいつが最後。あいつが最後だった。静かになりましたね。全部取り逃しなさそうですかね。見た？はい、見ました、多分。とか言って残してたらどうしよう。あるな、箱。え、あ、これも開けられるんですか？あ、これですね。知らなかった、なるほど。これもいるのか。うん、アクアク。結構、じゃあ取り貴重なアイテムが。あらまあ。入ってるはず。ここなさそうかな。見た。お高だけですね。どこや。よいしょ、よいしょ。おはよう。はーい。まあまあ待って。よいしょ、よいしょ。たいな。あ、そっか、もう交換しかできないのか。よよよ。あんのた。だちょっと回復したら。うんと。か。はい。およよよ。これ緑単体一本のやつでも使えるんですか？半分この。使えるよ。知らなかった。あぐらいのだったら。
回復量あったか。なんてこった。あ、操縦できる？あ、私がここで操縦するんですか？あ、じゃあ変わろうか。お願いします。確かね、帰り結構出てくるけど、突っ切るんで、突っ切って脱出しますんで。あ、ある程度倒さないとダメなのか。出ます。危ねえ。 あの上上、右あ、めっちゃ揺れる揺れる揺れる。あ、当たらない。変わる？どうする？あ、当たった。一発当たった。あ、いた。これで、あ、じゃあこれでいける。やったー、まあ、途中出てくるけど気にせず突っ込みます。はい。うわえ、ちょっと息殺しててる。おー、ええ、あ、あ、ルリネちゃん、ルリネこんばんは。いける？はい、して行っちゃう。いける？あ、なんでこんな当たんないんだ。一応ね、お願いします。なんかなかったけど、ね、ただの見張り台か。あ、これ酔っちゃうかな。大丈夫？あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。でも、はい、しゃあ、右アタックの次はバニゾーンですね、これ確か。バニゾーン、バニ出てくるよ。ワニと戯れられるんですか？そうなんですよ。なんて男でしょう。ワニとね、戯れると死にます。やばい、逃げないと。これね、ゴーリスを持ってしても、あ、こうなります。こうなります。あれ、今通り抜けたと思ったんだけど、ごめん。今日もあのスルンパさんが目の前でお亡くなりになりました。美味しく食べられる。はい、生態系のあの、まあ礎となりました。そうですね。あれ、あんな感じで抜けられたと思ったんだけどな。あんなに追尾してきたっけ、あのワニ。宝石ね、拾ってもろって。あ、拾えなかったです。じゃ帰り拾いましょう。はい、一応拾うから、また通るから。これ来る、お客さんがいっぱい来るの。吹き飛べー。いまさか一緒に小屋の中で戦ってくれてると思ったら外だったわ。あ、アンチからやってました。あれ、え、第2波終わった？終わりました。じゃあ、あかん、お宝ゲットです。会長の石板を拾いました。卵食べる。アイテム全部取れた？はい、見て見て、石板取れました。はい、やったやったー。おかしいな、ご主人の方が褒められて喜んでる。褒められたい系なのに。さすがご主人だぜ。やったぜ。危ない、宝石ゲット。ここで食われるとまた全てやり直しだから。気をつけて。逃げましょう。いやー、
構サクサク動けるのいいですね。そうだね。あー怖かった。あー怖かった。あ、待ったやん。あ、殺してもらおう。あーびっくりした。まさか自分が死ぬと思わなかったよ。余裕で通り抜けるってカッコつけるつもりがクソダサかったわ。あんまりんじゃダサさの極みでしたわ。めっちゃ面白かった。一番やっちゃいけない例だよね。取れ高ですよ、取れ高。恥ずかしくて恥ずかしくて。あ、なんか怖いこいつがある。パンタもあるよ。あ、取っちゃった。いただきます。今さら近接攻撃のマニュアルが出てきた。あざます。こっち見てもらって、ピンカン。あ、ニワトリがいる。ニワトリね、倒すと卵を出しあったか、あったっけかな、覚えだな。あ、ニワトリやっつけたけど何も出さなかったね。チキン食べます。あとからの肉買いになりました。チキン食べよう。食べれるんですか。食べれません。ビレッジじゃないね。あれ、ほんまや、なんか骸骨が光ってる。あ、それ壊すと多分宝石。お、ムービーやったん。ナイス。歯は光ってる。あ、こんなこういう手榴弾あります。あ、持ちきれません。じゃあいただきます。強力ジャンプが。どこな？もう。手榴弾はどこですか？あ、この奥。ちょっとこれだけ取ってから行きます。よいしょ。はい。オッケー。Come on。あれ。オッケー。Come on。Roger。ジャンプ出ねえな。Come on。あ、はい。はい。はい。よいしょ。おお。やったー！銀の心臓？銀の心臓。のなんだ、神の像と書いて。ああ、そっちね。内臓の方。もう一個。はい。ウリアホー。ほいほー。あ、石板見っけ。祈祷師の石板。敵が来るぜ、多分。あーあー。じゃあ私上から手榴弾投げますね。よろしく。これも投げるけど、なんかそんなに固まってないな。スカーじゃきとべーい。あ、ごめんなさい、投げました。危ない。わあ、燃えてる燃えてる。バーベキューだぜ。やこ、あれ OBS がちょいちょい急に切断されだし、大丈夫だろうか。え、なんだなんだ、大丈夫かな。吹き飛べーい。どうして、こいつらすぐ立ち上がんな。よし、いいところに、吹き飛べーい。いいところに行けたぞ。おらー、いて、なんだ、なに、あ、ごめんなさい、私投げました。あ、ごめんなさい、巻き込まれましたか。大丈夫です。あ、びっくりした。あ、やばいやばい。あ、すごい、うわ、すごい。あれ、なんかすごいのやる。やばいのがいる。ちょっと、あの、手榴弾投げます。あいつ、即死技食っから気をつけて。怖い怖い怖い、即死技って聞いたら怖くなってきた。あいつ、パックンチョしてくんのよ、確か。で、なんかぶら下がってる柔らかいやつ。攻撃する感じかな。いて。
ハロなんだバグってんのかあれバグってますねあ今の間にあれなんかバグってますやっております。今ね、チャプター3の1まで出ましたよ。今日の見どころは、僕がワニに食われて死んだところだよ。マッチコにやられてましたね。気をつけてねって言った矢先に死ぬっていうね、もう完璧なフラグを立てて死にましたから。綺麗に、綺麗に丸飲みされてましたね。うん美味しく食べられてましたわ。最後までやりますよ。今日は多分3の1でこれでおしまいですけど、うん、このチャプターで終わりますけど、私が10時から平井さんの枠で。おお、銀の杯。いやー、ハウハですな。いいお金になりますね。あ、これ上上がれそうです。浮力ジャンプ？あ、いや、一人で登れました。一人で登れちゃう。皆さん、マシンガンの弾ありましたよ。軽い。あ、ここにも血がおる。あ、降りられない。カブトムシ。あ、なんか卵が置いてある。あ、金の卵だ。おお。金の卵ね、全回復するよ。すごい。あ、これマシンガンの弾渡します。あ、私がない。アーマー。あ、ありがとうございます。はい。あるー。よし。はい。結構行くところたくさんですね。この辺無視してもよかったっちゃよかったよね。多分キーアイテムではないから。あー、でもなんかアイテム探し楽しくないですか？楽しい。ついついにじっくりと探索する。ここにねロケランがあったはずなんですよ。おそれは熱い。上の箱がそう持てっかな。持てないか。でも欲しいですね。あ、いけるいける。空いてるからいけるよ。あ、本当ですか。じゃあえ、あれどうぞ。あ、いいんですか。私が取って、うん、これはもう使いたくなった時に使ってくださいよ。やったー。あ、それか売っちゃってもいいよ。あ、そうなんですか。でもせっかくだからもうぶっぱなしたいですな。売るとお金になるっていうのもあるから、うん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 、という使い方もあり。ぶっぱなしてから売ってもいいんですね。ぶっぱなしたら消えるだけです。あの一発しかないんでこのロケラン。え、そうなんですか。無限ロケランじゃないので。補充したらまた使えるとかじゃなくてですか？補充する玉もねえです。なるほど。反応が。あ、ありがとうございます。そうなのか。じゃあ打ちまうか。ちなみにあのお金入ります。え、打ったら、いやいや多分あのももちゃんのお金になる。ハンドガン2個間違えて買っちゃった人がいるからさ。4000一緒に消えましたからね、うん、4000全然あの余裕で。あ、打っても1000円か。そう考えたら。あ、打っても1000円なんだ。安いね。ロケラン4つ打ってやっとハンドガン買えるほどなのに、ハンドガン2丁も買っちゃう。悲しい。あ、やばい、思い出し悲しい。今すごく悲しい。いけるはずじゃない。飛んだ、飛んだ、飛んだ。よし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 。おお、やった。
きます。お、ニュルリと会えた。うわー、すごい、見てください、スグルンプさん、私の背中を。どうしたどうした。あ、かっこいいじゃん。かっこいいいいの。かっこいい。乗せおってんじゃん。うわー、もうワニに使うしかない。ワニもう出てこねんじゃねえかな。あ、そうなのか。持っても1000円か、悲しいな。1000円は安い。あの奥に、あの奥に売ってもいいよ。おい、あの奥誰かいます？上、声がめっちゃ聞こえますね。あ、上、なるほど。あ、いや、倒しちゃった。あ、え、あ、ここは上がれへんのか。あ、この後ね、あ、ここ強いやつ出てくるよ。あ、じゃあそいつにぶっ放しますか。ただ近くで撃つと爆風で死ぬよ。おお、それだけ切ってて。じゃあ遠距離の人に向かってぶっ放す感じですね。そうですね。あさり大放題だ、やったー。なんかな、どっか行くとね、敵出てくるはず。なんか倒すって出てきた。倒すってなんだ。あ、なに、ごめんごめん、これがちょっと、あ、はしご。はい、そうそう、はしごを倒したり立てかけたり。あ、また立てかけられるんですね。それなら、あべ、もう荷物いいじゃん。なんだこの、なんやこの後は。近くにおる、近くいる。出てくるのかな。出てくるね。今どこにいる？あ、上にいるね。今上にいます。ちょっとの弾を渡しちゃっていい？あ、ありがとうございます。よいしょ。あー、それでも持てねえのか。あ、ハンドガンの弾を渡しちゃいいのか。ハンドガンの弾を渡し。ありがとうございます。私緑2本ありますよ。2つ組み合わせちゃってもいいよ。じゃあ組み合わせます。感覚楽しいな。あ、すげえ出てくるな、回復アイテム。ここら辺すげえあるよ、アンドアの弾。わあ、あ、くそー、今緑組み合わせちゃった。あ、ここにも緑あるから、戦い終わった後に帰る。なるほど。絶対人着あったから、ここ。人もん着。ないわけない。そうですね。おあつらえ向きな感じですもんね。上にもハンドガンの弾。お、ありがとうございます。もうハンドガン。あ、ありがとうございます。一悶着しに行きますか。え、あれ、アイテム取ってないんだ。何の音だ。うわ、あれ、始まってる。始まりました。ハンドガンの弾フルだ。めっちゃ来た。めっちゃ来た。待って、あ、金か。気をつけて。来てるよ、めっちゃ来てるよ。え、どこだ。巨人さんにこのロケラを使いたい。あ、いいと思う。上来てていいよ。ハンドガン巻きかない。硬いんで基本。そう、じゃあ、あ、こっちか。手榴弾とかあんなら。ないです、なくなりました。なるほど。
べ、俺もね。あ、やべ、なんか投げられた。あら。はい。硬い。はい。あ。やっと。あっばっ、あやべ、弾切れだ。はいはい、やばい、弾切れだ。オッケー、ね、あ、間違えた。チン、あ、間違えました。私外側の弾渡しちゃいました。よいしょ、あえて死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、あ、死んじゃう。 Thank you。 やばい、構える前にやられる。よいしょ。すごくシュールな絵面だったな、今ね。はい、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 はい。よいしょ。 OK。 あんま補充しないとダメだ。何拾ったから拾う、あ、じゃあマグナも拾いましたよ。あ、やったじゃん。ごめんなさい、マグナも拾っちゃった。いいよ、全然。強いやついたら使ってもらう。了解です。よいしょ。はいはい、ハンドガン弾。あ、ありがとうございます。あ、これマグナムの弾だ。マグナムの弾渡したいね。まだ敵いるってことだもんね、この。あ、これマグナムの弾。これ卵食べますか。あ、荷物が多いならもらっちゃう。あ、じゃあぜひ。はい、皆さん、これを渡す、はい、渡しとく。あ、ありがとうございます。食べる。あれ、いないね。なんか、あ、いました、いました。なんかまだバグってるっぽい人が。あ、なんか透明の人がいますね。透明、透明な人がいますね。透明ですね、この人。あ、なんかすごく透明見えない。え、この人。あ、本当だ。ちゃんと食らったいた、ちゃんと食らった。あ、なるほど。大丈夫です。お、終わりましたね。さっきのバグってた人でラストですね。ゲイ、ね、そこにいて大丈夫かな。確かします。よいしょ。あ、これバグなんか。ちょっと待って。開ける。はい。え、私一人ぼっち。で、こっち側にの鍵を開けてほしい。多分上の方かな。いろいろ全部調べてからで大丈夫。あ、はい。はい、あ。もういいや。弓は置いとこう。よいしょ。インか。上上がる。いませんよ。大丈夫そうだ。はい、うん、よいしょ、オープン。キュー、やったー。あ、もう、え、あ、まだ飾ってないです。あ、マシンガンの弾ありましたよ。あの青年の日記
村に油田の所長と名乗る男がやってきた。油田のそばに住む住民全員に伝染病の予防接種をしたいのだという。あいつらは我々の親の世代の親をも騙して親の世代のものを騙して土地を手に入れ、あの油田を作った。その負い目があるのだろう。ことあるごとに村に便宜を図ってくれる。沼の行き来に不自由しているといえば、ワイヤーを張ってあのゴンドラを作ってくれたりもした。時には外国の珍しい酒を振る舞ってくれることもある。今回もそういうことだろう。村人たちは喜んで申し出を受けたが、俺は断った。別にはっきりとした理由があったわけじゃない。なんとなく村に来た油田の象徴の目つきが気に食わなかった。ただそれだけだ。4月4日、予防接種を受けるため村の者たちは全員油田へと出かけていった。いつも騒がしい村が静かだ。こういう日はゆっくりと昼寝をするに限る。4月9日、昼寝を過ぎたせいかなかなか寝つけないでいると外が騒がしい。広場でみんなが真剣な様子で話し合っている。なんでも子供が大変な高熱で苦しんでいるのだという。それでも一人ではない、全員がである。母親たちは汲んできたばかりの水で子供たちの体を冷やしているが、一向に熱は下がらない。明け方全員が息を引き取った。朝になり村長が油田へと出かけた。みんな子供たちの死が昨日の予防接種と関係してある関係あるのではないかと思っていた。戻ってきた村長は、子供たちの死は伝染病の初期段階かもしれないので、もう一度予防接種を受けることになったとみんなに告げた。俺は今回も拒否したが、伝染病にかかれば村の一大事だ。みんなに無理やり連れて行かれ、予防接種を受けさせられた。4月10日、村で喧嘩が起こる。男たちは全員殺気立ってる。子供を亡くしたばかりだからだと思うが、どうも違うような気もする。反対に女性はぐったりとして元気がない。すでに伝染病が広がり始めているのか。4月11日、今日はなぜか落ち着かない。体の芯がうずくようでじっとしていられない。仕方がなく外へ出て体を動かすことにした。外に出ると奇妙な格好をしているやつがいた。服を脱いで武器を手にし、体中に戦士の模様をペイントしている。村祭りの日ならともかく、なんて格好してるんだってこと言ってやろうと声をかけたが、振り向いたその顔を見て何も言えなくなってしまった。顔の半分が醜く膨れ上がり、人とは思えない顔つきになっていた。一体どうなってる。4月12日、昨日から悲鳴が絶えない。男たちは昔に戻ったかのように格好で争いを続けている。女たちはほとんど死んだか殺されたかしたようだ。4月13日、頭ぼーっとしてる。熱ある。考えまとまらない。今窓の外、大男とおった。3メートルぐらいあった。幻覚。4月14日、いい気分。夢、落ち着く。楽しい。俺も誰か苦労したい。うん、怖い。以上です。はい、怖かったですね。怖かったんですね。それがあいつらだっちゅうことですかね。なるほど、予防接種のせいですね。この時代にこの時代に。あ、ショットガンいただきます。え、ショットガンいただいていいですか。いや、ありがとうございます。あら、儀式の紙いただいちゃいました。じゃあこれで儀式しようね。儀式しましょう。何の儀式か知らんけど予防接種を打つ儀式です。あ、なるほど。みんなの健康を願ってね儀式しちゃいましょう。よし、乗れー。これか。あら、今出てきたゴンドラ。そうだね、すごいね。なるほど。はい、やったー。結構長かったね、この3の1。長かったですね。はぁ、いやー、ありがとうございます。最後慌てたね。デカブツがめっちゃ硬かったです、本当にね。はい、というわけで、はい、すぐももきびだんごに釣られて第2回無事終了いたしました。無事、はい、無事なのかわからないけど。ありがとうございます。はい、ワンにパックンチョされたけど、まあまた来週あたりですかね、メドに、ね、予定を組ましていただいて、はい、またやりたいと思います。ぜひお願いします。ありがとうございました。何か告知などはございました。ございますか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ私はこの後22時からアメザリ平井さんの枠で、平井さんがクッキングシミュレーターをやるのを花子とユザちゃんと見るっていう配信をしてますので、もしよろしかったら遊びに来てください。はい。というわけで、本日はご視聴いただきありがとうございました。おつるんです。おつるんです。バイバイ。おじもも。おじもも。